はい、本日の相手は自チームのエースと対戦です。おはようございます。おはようございます。タイトルは山田翔輝なんですけど、まあいいピッチャーってのは分かってるんですけど、打たされないようにしっかり自分のスイングをして、あと基本ゾーンで勝負してくるんで、追い込まれる前に乗って球種でもいいしゾーンでもいいしできるように。まっすぐすら落ちるとでも多分ピンチだったらまっすぐとこっちしか自信ないんで、こっちよりはこっち、そうそう、カットっぽいですね。でピンチあってめっちゃ自信も楽しみましょう。よし、よし、よし、はい、本日はチェインボンズのオープン戦の様子をお届けしようと思います。相手は日体大研修部、チェインボンズ VS 山田投手との対戦の動画になります。先頭バッターは大城選手、サードゴロでアウトとなります。2番に入るは私、ナオピーチャンネルが打席に入ります。ここは平行カウントから打ち上げてしまい、セカンドフライに倒れてしまいます。3番バッターはチェインボンズ最強バッター鈴木選手が打席に入ります。鈴木選手、今シーズン打率は7割を超えたとても良い状態で山田投手との対戦となります。とても楽しみな対決になります。ここは鋭い当たりもピッチャー正面になり、山田投手に軍配が上がります。チェインボンズのピッチャーは森投手です。今回は助っ人として参加しております。先頭バッターの打球、ナオピーの元に打球が飛んでいきます。ここは危なげなくキャッチし、ワンアウト。追い込んでから直球で空振り三振、チェンジとなります。2回の表はバッター4番、内原選手を迎えます。前の試合では3打席連続ホームランを放ち、とても状態のいいバッター。初球空振り、山田投手とはここ2年、相思相愛バッテリーとして2人やっていきました。ここは山田投手に軍配が上がり、ショートゴロになります。バッターはナオピーと同級生、花咲徳栄時代キャプテンを務めた高橋選手が入ります。しかしここはサードゴロに倒れ、チェンジとなります。森投手、この回は打たせて取る投球で三者凡退に打ち取ります。バッター走れ大井チャンネル、ツーストライクに山田投手追い込むと、ここは打たせてピッチャーゴロに打ち取ります。9番に入るは仕事の都合で遅れてやってきた馬淵選手、この当たりが1、2塁間しぶとくヒット、チーム初ヒットを放ちますが後続続かず、チェンジとなります。バッターはチェインボンズから派遣されたトム選手、ここはセンターフライに打ち取って、後続も打ち取って、チェンジとなります。4回の表バッターはナオピーから始まります。
2番ナオピー、3番鈴木選手が連続ヒットを放ち、4番内原選手を迎えます。ここは得意の進塁打を放ち、ワンアウト2、3塁とし、バッターは5番宮崎選手を迎えます。走攻守にそつない UTT プレイヤー。山田投手から待望の点数1点を先制します。続くバッターは高橋選手。3点取れば山田選手はジェインボンズに残留すると宣言しております。この当たりショート正面、そして2塁転送、1塁投げてダブルプレーとなります。5回の表、先頭8番大井選手を空振り三振に打ち取った山田選手。バッターは9番馬淵選手を迎えます。この辺りグランドルールによりツーベースとなり、バッターは1番大城選手を迎えます。スイングスピードはチームナンバーワンを誇る大城選手。公式野球に私が連れて行ってから軟式の調子が悪くなっております。しかしスイングスピードは健在。ここタイムリーヒットを放つことができるでしょうか。スライダーを打ちショートゴロと思われましたが、ショートがファンブル、ランナーダブルセーフでワンアウト2、3塁となり、バッターは2番ナオピーが入ります。なんとかピッチャー返しを放つことができ、マップ選手が生還し、チェーンボンズ2点目を追加します。バッター3番鈴木選手を迎えます。ランナー大城選手が帰り、チェインボンズ3点を加えます。そしてバッターは4番内原選手ですが、ここはピッチャー正面、山田選手2塁転送、ファースト2転送、ダブルプレー成立します。追加点とはなりません。山田選手の盗塁を仕留めた内谷選手、8回の裏に試合は進みます。ここは鈴木選手と山田選手の熱い対決をご覧ください。
はい、8回の裏ワンアウト満塁のピンチでバッターは山田選手を迎えます。鈴木選手抑えることができるでしょうか。ここは2体から痛烈なファーストへのファールを放ちます。そして次の1球、この辺りしぶとくライト前ヒットを放ち、一定で研修部が反撃出ます。しかしサードランナーが挟まれてアウトとなります。これで2アウト、2アウトとなり2ストライク。続くバッターを三振に打ち取って、この後ゲーム展開動かず、チェンボンズ7対1で勝利することができました。ありがとうございました。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。5年の月日を経てついに登場、走れ大井チャンネルオリジナルブランド GS グローブ、好評発売中。デイクエストというメーカーなんですけど、グローブ作ってるんでぜひ、はい、どうぞよろしくお願いします、はいはい、ホームページあるんでぜひいろいろ見てもらえたらと思います。グローブをちょっと